はい、皆さんこんにちは、アチでございます。ピシャーチアチのスタークルーザーですね。パート3ですね、やっていきたいと思います。今ね、ちょっと色が違う壁を通ってきましたが、ですね、左というマイストを探しているんだが知らないかと。マイスト左ならうちの先生だけど、うちの先生はめったに人に会われないから帰った方がいいと思うよと言われるんですね。門前払いを食らいそうな予感がするんですけどね。ちょっと私ね、大事なことしてくの忘れましたね。まあ大事なことっていうかね、シールドを回復したいんですよね。よいしょ。まあ、正直ね、自分のね、シールドをエネルギーでね、エナジーで回復させるのはすごくもったいないんでね。あれ、しかし、ブースターじゃなかったのかな。あ、これ安いでしょ。シールド補充50でできるんでね、ここいいんですよ。もうね、しばらくここね、ここが中心になるんでね。あれ、しかしね、装備一覧装備してますよね、ブースターね。なんか足んないのかな。あれ、あ、武器変えないといけないのかな。よいしょ。おし、あ、入れない。あ、入らなくていいのかな、ここは。で、ここ行ったでしょ？だもんで、あとは、ここね。よいしょ。まあ、ちょっと敵さんいますんでね、倒しておきましょう。やっぱりね、ブースターつけるとね、強くなるんでね。もう、すぐ、戦闘が終わります。動かして、あ、反応がありません。ずれてたんですね。そのまま行っちゃって、ここでしょ？あ、ほんでね、ワープゾーンがあるんでしょうね、ここにね。ね。で、ここに行くと、マイスト左の、お家なのかな。また証拠でもなく清って悪党に成敗してくれるとね、いきなり間髪ですね、戦いを挑まれるんですね。おやばいやばい、あれ、こんな、いや、結構ね、そんな強くないんですよ。ああ、強くなかったわ。ね。これは待ってと。お前はボルドの手下じゃないのかってね。待てってね。あんたが待ちなさいよってね。ところなんですけどね。ブライアン・ライト、ハンターだと。それは申し訳ないことをした。スター・クルーザーなどに乗っておるから、てっきり敵だと思っておったと。気にしないでくれ。うん、心が広いですね、ブライアンはね。それよりこのスタークルーザーを改造してもらいたいと。断るわけにはいかんようだな。よかろう。それではまず水星って材料の入ったコンテナを取ってきてくれ。水星ですね。水星まで行かないといけないんですね。で、このワープゾーンがあります。ワープゾーン入ると、帰ってきますので、じゃあ、言われた通り水星に行きましょうかと。なんかね、ちょっと近所の八百屋に行ってきますみたいな感じでね、水星まで行けるんですね。便利な世の中ですね。で、これは、あ、自分の船ね。というわけでね、水星行きますね。ただね、敵がまた、この近辺には敵いるんでね。ちなみに右にあるのが地球ですね。あ、自動掃除はしません。自動掃除をするとあんま良くないでね、燃料ガンガン減るんでね。あとちなみにね、これが、あ、敵来た、敵来ちゃいましたね。あれがね、さっきのが鉱石だったんですけども、まあね、鉱石倒すよりも敵を倒す方がね、はるかに美味しいでね。あ、また来た。あ、敵後ろいましたね。倒しときましょう。敵はね、美味しいでね。あ、でもそこまでは鉱石持っても美味しいのか。ちょっと加速しますね。あ、しすぎちゃった。そっか、鉱石2個分ですもんね。鉱石の美味しいっちゃ美味しいのか。一応ね、鉱石やっつけときますね。あ、敵がいますね。ちょっと敵倒しましょうね。うわ、見張ってくれてった。
でもう1匹いますよね。届かないね、まだね。あ、逃げちゃった。加速します。急に減速してきたりするんでね。ああやっぱり、あーでもね、なんとかなりましたね。ね、このまま南に行くともう1匹出てきますね。あ、来ないかい。あ、来ないね。敵もね、移動しますんでね。とんでもないの行くと、あー友人団になっちゃった。あっちゃ鉱石当たり判定ありますんでね。ダメダメもうじゃあちょっと地球の方に行こうかな。ですね、ちょっと地球の方を寄っていきながら水星の方に向かいましょう。てか地球寄ってエネルギー入れましょうかね。ですね、いや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 、あ、そうか、ブースターはめたから今右のね素粒子砲のところにプラス1っていうのが出てるんですけどね、多分そうだと思います。あー、いきなり来た。どこどこどこ、あ、やばいやばいやばい、どこだ。あのね、窓の上にね出てくれるんです。うわ、ほんまやばいわ、ちょっとやばい。あ、これだね。あ、倒せた。あ、危ない危ない。地球寄りましょうかね。地球はね、アース Z0 ね、 Z 軸が0なので、あ、また来たよ。せっかくなんでやっつけましょうね。おお、あー届かない、届いてない。あ、届いたか。まあこの手のねやつなんですけど、あまりね近く行きたい目標物が近くでね、右左右左でね、取ろうとしてもね結構ね無理なんで、一度ねガーンって通り過ぎてからですね調整してもありなのかなって感じしますね。ちょっとねエナジーがね、やばいので、本当に多分ねこのゲームで一番ゲームオーバーの多いのはね、燃料切れだと思いますね、私は正直ね。なんかね、こういう他の船となってるんでね、見に行くとですね、どこかで見たことのあるスターシップだなと言われるんですね。まあ、どっかで見ましたかね。あ、ダニエル・ギブスンさんから通信が入ってますけどね、スクリーン2本にします。ギブスンだ、ドジって太陽風一味に捕まった、地球に捕らえられていると思う、とにかく誰か助けてくれとね。え、意外にどんくさいのかなっていうね、ギブスンさんね、いうところですけれどもね。あと、まあ実はですね、ここの家がですね、何の御用でしょうということなんですけど、あ、言わないかな、ここは勝利工場じゃないのかと。で、アステロイドベルトのコロニーに私のおじいちゃんがマイストなんだけどと、君一人でここに一体どうしてと、おじいちゃんが犯罪組織に狙われていて危険だからって。犯罪組織、ボイドとか太陽風とか言ってたわと。おじいちゃんは何も教えてくれなかったけど、私の両親もそいつらに殺されたという話を聞いたことがある。そうかねえ、あなたはハンターでしょ、お願いボイドをやっつけてと。あ、実はね、もうさっきネタバレちゃいますけど、彼がね、あ、彼じゃねえや彼言うと怒られるわ彼女がね、マイスと左のお孫さんになりますね。まあ、なかなかね形容しがたい、ね、方ですけどね。エネルギー620で、ね、620飛んだでしょ。で、今度は
何ですかシールドでね150ぐらい取るでしょ。そう思うとね収支がねプラってるかどうかわからないんですよね序盤はね。よいしょ、あちょっとシールド補充しますね。あ安い、よかったね。シールドね150も払いたくないですもんね。でですね、もしギブスンを助けたかったらですね、ここで、まあ、ここ来なくてもいいんですけどもね、多分良かったと思います。あまりね、条件にうるさいゲームじゃなかったと思うので、この裏手にある建物は太陽風と、なんだろう、ボイドの配下のアジトだということでね、太陽風1名地球から一掃してくれって、頼りないこと言ってますね。まあ、要は警察みたいなもんですよね、ここね。ですんで、とりあえずね、左のおじいさんからですね、水星行ってくれって言われてるんでね、もうあのギブスをほっときますしばらくね。まあどちらかというとお金稼ぎですね。ですぐですね敵の場所を確認します。ちょっとあの2匹は倒していきましょうかね。ここの方面に2匹いるんでね。あー連打が効かない。はいはい、倒しましたね。で、水星の、おもう一匹いたね。せっかくなんで倒しちゃおう。お金を稼ぎましょうね。届いてる？敵も逃げてますね、これね。微妙だなぁ。届くのかな？あ、撃ってきた。あ、当たる。さあ、水星なんで、この方かな。方角的にはこうですね。いやいや宇宙遊泳というかね、そのあクルーズですね、そのままスタークルーザーですね。移動中のねこのぼーっとするのが実は私結構好きなんですよね。あ来ましたね彗星。ですよね、水星ですね。あ太陽にも行きますんでね、行ったら死にますけどね。突っ込みすぎ、太陽にね、太陽に、なんですチェックインというかね、入ろうとするとね、まあもちろん死にます。はい、ゲームオーバーになりますんで、私何度かやってるはずなんでね。で、いきなり敵さんいますね。もうこの辺の敵はねもう問題ないで、あとは燃料切れかなやっぱりね。ね、こんな感じでサクッといきましょう。こっち何かあるかな。あ燃料ね。でここちょっとね行ける道があるんですね。実はこの色はねそういうことになってますんで、あれ当たったね。あまた当たったね。え当たりすぎ、当たりすぎですね。これはちょっとまずいな。でこっち行ったら敵さんいますね。おお早さんいるわ。えまた食らってる。ちょっとクセっぱなに食らいすぎですね。あらららら、あ、ちょっと待って、燃料か。いや、もう燃料取っとこうか。シールド回復させたかったんですけどね、まだこの量だったら回復させるのもいいかなと。あ、その前に敵と戦っときゃよかったのね、このね。消耗してから来るべきだったね。もうね、この敵はね、一番何が辛いってね、あの出口に出ちゃうのがね、それが一番辛いですね。あ、修理ユニットが手に入りましたね。まあできれば修理ユニットはなかなか使わない方がいいです。使わないとか使う状況にならない方がいいです。あ、やっちゃった。ですね、修理ユニットを使うときって何かね、シールドが切れてダメージを受けたときなので、そういう状況にはしない方がいいですね。そうなるんだったらあのシールド
あの、うん、あのもうね自分でシールを展開した方がいいですね。よいしょ。あー、またこの敵ね。よいしょ。右ね、右ですね。あ、違った。あんまり先を見せすぎるとですね、いくない感じになるんでね。あ、基本やっぱりノーダメージでね、いきたいんですね。ちょっともう使っちゃいましょう、せっかくなんでね。電磁シールを展開してですね、でポチッと取って、さらにポチッと、よいしょ。あ、こっちできますね。あ、ダメージ食らうのがちょっとショックだな。シールドがもったいないね。でこっちちょっとね、カッチ先、せっかくなんで片付けておきましょう。こっちかな。ああ、これがね、これ出口出ちゃうでね、ほんと嫌なのね。こっちか、こっちか。なんもなかった。ああ、なんもないだろうね。また食らうのね、あれね。はいはいはい。で、なんかありますね。あ、修理ユニットを取ってですね。あ、時間よくなっちゃいましたね。ちょっとね、時間よくなっちゃったんで、この辺で、PC88 のですね、スタークルーザーパート3終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。